か、こんな魚屋さんあったんだ。お魚屋さん、リーユへのお魚はこんな感じなんだ。小さい、これが小さい。誰の魚が小さいって。若いのにもう冷やかしを覚えてるとはな。子供なんだから、でかいだろ、気にしないでくれ。うわ、その子供なんだからみたいなやつマジで無理。子供がやったことですから。それはそれはチュルーン。なんか不機嫌だな。急に機嫌悪くなったな。おい、お兄ちゃんに会いたい。さっき会ったばかりだろ。うん、でも会ってすぐに別れたんだよ。ねえ、仕事してんだって。兄ちゃんは、おめえの兄ちゃんはよ、国の幹部なんだよ。いっぱい人殺してんだよ、お前の兄ちゃんは。でも裏の組織の中で一番弱いねんて、お前の兄ちゃん。もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。お兄ちゃんからのプレゼントだ。これ、こういう毒眼棒もあるの。うまいこと、うまい。これうまいことパイも置くね。これ手何も乗ってないよ、本当は。僕の名前が書いてある。僕だけの毒眼棒だ。パイもんで隠すなって。気に入ったみたいだな。オッケー。おお。これ、おぉ。ふぅ。いや、挑戦成功じゃねえだろ、これ。おい。挑戦成功じゃねえだろ。一緒に遊ぼうよ。これいいね。これ、これいいね。これ、これいいじゃん。これ、これ、これいいじゃん。これいいじゃん。これいいじゃん。でもクリップ、このクリップ終わってるよ。やってるよ、この人。これなんで無言でやってんのこれ。なんでこんな顔しんけ。なんでそんな真剣な顔。なんでこの無言でさ、真剣な顔でやってるのこれ。ねえ、終わってるよこれ。ほうきのキャラクターでそういうことか。だからああなったのか。だからああなったのか。これ謎が解けた。謎のアハ体験。お尻だな。おい、これイベントに呼ぶなよ。こんな人をな、こんな人を原始のイベントに呼ぶなよ。ダメだろこれ。間違えてるよ人選。お尻だなじゃないんだよ。これだけだろ。これだけだろ。なんであなるんだよ。行動するか。ここにとどまっているわけにはいかない。うますぎる。うますぎ、うますぎだろ。え、プロじゃんマジで。え、どうやってこんな、どうやってるんだこれ。いや参考になるわやっぱり。身につけた悪魔の力、身につけた。うわー、くそ。いざ俺たちのワールドカップ。しょうもなすぎる俺たちのワールドカップ。俺うまくね。俺マジで、俺マジでうまい。俺差異あるわ、ここだけの話。差異あるじゃんこれ、どう見てもちゃんとした写真じゃんこれ。もうねえ、差異がある俺には。うますぎるよ写真撮んのが。
これがもうショーマハマトラスね一応。これが大マハマトラス、ショーマハマトラス。わーお、ありがとう。わーお、終わった。完成です。一撃で終わった。はい、今日からまた金メッキです。あやちゃんが怒ってる。なんで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 。ほう。両家が同じ時期に宴の準備をしており、いやもう結婚じゃんじゃ。さらに酒や食材類も大量に購入しています。手とか繋いだのかな。これはもう婚礼の式を挙げると考えて間違いないでしょう。もう手とか繋いだのかな。それにここ最近千里様はとても上機嫌で、しかも体重を減らすためにトツの条件なくしてくれ。やっと戻って。いやお前トツの上限なんかなくなったらもう本当に闇だぞ。世の中には愛の大きさをかけた金の量で語ろうとする人がいるんですよ。皆さん僕の涙を見てください。僕の涙は150凸してるんです。あなたの涙以外の愛はクソです。僕が一番涙と愛してるんだ。うおー、150凸7000万かけました。出てくるよ化け物が。貫突後も引いてる謎勢力もいるにも。謎勢力すぎだろ。何のために引いてるんだ。ちょっと待って、貫突してまだ引くって何、どういうこと。顔を赤らめながらうなずいてくれました。おお。その日の午後、僕たちは婚姻について正式に話し合ったのです。なるほど。それで二人の合意のもと式の日取りを決めたのですね。ええ、こうして僕たちはようやくお互いの胸の内を知ることができました。これ大丈夫そう。僕もそろそろ頃合いだとは思っていたんです。ここがなんでこんな光ってる。ちょっと待って、これなんでこんな光ってるの。ここで光るね。なんか光るタイミングおかしくない。うわー眩しい。そうでなかった場合。あ、そうだ、思い出した。コメント見てフレンド送らなきゃ。 ID 送ってくれたんだよな、マンタ先生が。オープンにしてるからいつでも入っていいですよって言ってた。白マンタ冒険ランク56。やべえ、俺よりちょっとやってる。俺よりちょっとやってるぞ。ステータスメッセージ、健康。健康らしい。健康って書いてる。健康じゃねえよ。健康ではない。健康って書いてて欲しかったけど、健康って書いてた。大切なのは家庭であって、味は二の次。未知の経験ができるのです。なんとも素晴らしいことではありませんか。いやこれね、これねマジである。なんかコンビニとか行った時に新しい味みたいな、なんか一回食うかってなんの。新しいグミとか。あやちゃんは逆なのマジで。下手物みたいなやつは食わんけど、だからそれでバーガーキングでディアブロバーガー頼んだらケツを地獄の軍勢に焼かれたっていうわけ。え、ウリ、海藻、海でし。オイラに選ぶ権利はないんだな。これが周りからの圧力ってやつか。じゃあオイラも一杯飲んでやる。毎日同じやつしか食べない。怖くなんかないぞ。なんで食う。大丈夫か。やっと飲み込めたけど。演技うますぎだろ。わとなたのように高貴なお方であれば同じ結論には至らないはず。くそー。ひどすぎだろ。むかつくな。理屈ばっかこねやがって。おもろいな。そういえばふと思い出した話があります。シャブ業について以来、私は毎日のように興味深いものを見聞きしてきました。ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。その舌を口の外へ引っ張り出すと結び目を2つも作れるほど長すぎだろ。ベロ長すぎん。2回。あなたも博識なお方、そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか当てられるのではないでしょうか。よく喋るやつっていうことだよね。観賞用の愛玩動物ですか。
この鳥の面白いところは飼うことができず、何の役にも立たないところでして。アホリがえぐいマジで。仮に捕まえたとしても舌を切って窓から放り捨てるしかありません。なぜなら皆口を揃えてこう言うのです。舌が長くへりくつばかりこねて騒いだあげく、すべてハッタリであったと。な、シャブ行様ともあろう方が我々聞くを揶揄するためにここまで来られたのですか。松浦、これ聞いてます。いえ、とんでもありません。松浦聞きすぎで笑った。勘定奉行の皆様は、なるほど、やはり私の考えが足りていませんでしたか。はあ、ようやくそれを思い知ったのですか。どうや、本当はあなたのことをそこらの人々よりは賢いと思っていたのですが。おっと、全く残念です。まだおります。クミソとアヤト、貴様急に聞いてきた急に聞いてきた。え、なんでこのタイミングで聞いてきた。お前急に急にガチ聞きしてるんだけど、どうした。もういい、本当にありがとうございます。助かりました。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。殺し方グロすぎだろ。出ましょう。ロールやらなかったから海に沈められそうになってた。よくよく考えてみれば、新之丞がやられたこと俺がやったことと同じだった。おや、